スタートライン付近ではこの時間帯も比較的風は弱めのコンディションです今日はここまでで逃げそしてまくりと決まり手この逃げとまくりが同じ本数となっています初日の競争です水面上は11レースのスナッチ選抜を迎えていますバックテレチ側の確定ゆっくりとした動きですここ人気の中心巻き返しなるかというところで1番の田中克也 前半戦は追い上げ届かずという展開3番手争いまでは持ち込めずという形でした1番の田中克也さあここは足かせなしの強みも生かして自力で反撃といきたいところ1コースに入ります続いて2コースが2番の鈴木宏隆前半戦は外枠乗り切っての2着と連帯スタート3コースには3番の森達也 センター勢が人気は対抗格となりました前半2コースからまくって勝っています4コース稼働位は4番の山口達也スタートは前半戦悪くない飛び出しでしたが直にまくられて厳しい展開でした4番の山口そして5コースに5番の藤原慎也6コースこの中では1人休み残して1本持ちという状況6番のあるか達也です第11レース進入体系はインコースから 一番、二番、三番、四番、五番、六番です。スタートしました。打ち寄りでは一、二コース。そして六コースから六番のアルガーゴースタート。 さあここは6番のあるがちが壁になっているこのか2位から先は1番田中逃げるマクリンク3番の森森がまくり差しの形になりますが入りきれずさあこのうちをついて2番の鈴木の差し伸びてきた1番の田中を捉える並んできた先頭争いですスタートは前提正常そしてその後ろから3番手らすい内から4番山口上がってきています2番先頭争いは2番の鈴木が先に回る4番の山口も先に回った1番田中その山口を生かして差し返した分2番手ここは先頭 は一気に差が開きました先頭2番の鈴木が3点新リード2番手が1番の田中3番手の,水は3番の森とアウトコースは4番山口が並んでいます2周の1マーク外からスピードをつけて4番の山口しかしインコース3番の森も持ちこたえています3番手は並んでいます上位2人は抜け出しました先頭2番の鈴木三定新半ンリード2番手が1番の田中です 3番手直線ほぼ互角という攻防ここは内から3番の森が先頭を取る2周2マーク差しを狙って4番の山口山口の差しがさあここは入ってきましたもうつれています3番、過杉ですが直線では3番森も負けていませんさあここは一転新リードしました4番の山口ここはトライレれスで外に持ち出す最後の1幕3番の森に対してさあここは外を回ります4番山口届きませんここで2番手に 1>, 1番の田中に3番手から3番の森が一気に差を詰めています23番手、差が2手、四半と詰まりました3連単の2対1、3ですと67.4倍最終ターマーク先頭で2番の鈴木2番手、ここは1番の田中なんとか振り切りました最後は3番森の内4番山口が差を詰めてきました3番手、接戦先頭は2番の鈴木合、5輪1番、田中合輪、5輪3番、4番、4番、3番接戦で合輪6番、5番の順で合輪